ちは。まーこさんは食べたものお時間です。この番組は、こんにちは、まーこさんは食べたものお時間です。この番組は一人でご飯を食べるときにものすごく独り言を言ってしまうという私の癖を動画にした番組になっております。毎回何かを食べながら番組を進めてまいりますので、誰かと一緒にご飯を食べているという私の妄想にお付き合いいただければと思います。今回は第1回放送ということで自己紹介をさせていただきたいと思います。保育園、小学校、中学校、高校、大学まで京都で過ごしておりました。小さい頃は4月生まれということもあってか、何をやってもよくできる子で、お勉強もそこそこ、運動もすごくよくできるというふうに思われていて、周りの人からは天才って呼ばれていたんですけれども、小学校5年生ぐらいから運動会とかでも全然勝てなくなってきてしまって、普通の人になりました。中学からは勉強も運動も普通の人として過ごしていました。会社に入った時に大阪というところに勤めに出たんですけど、24歳の時にさんまさんの恋のから騒ぎという番組に出させていただいて、年間 MVP というのをもらいました。それから結婚、出産等ありまして、現在に至っています。趣味は食べることとうろうろすることなんですけれども、家でずっと一日いるっていうのも好きです。好きな食べ物は酸っぱいものが何でも好きで、酸っぱいものを食べすぎて最近はお酢をそのまま飲んでも酸っぱいと感じなくなってしまって困っています。早速今日もご飯を食べていきたいと思います。グラタンとローストビーフサラダと小芋の甘辛炊きとチーズとわかめの和え物とお味噌汁とご飯です。いただきます。お疲れ様です。今日のお味噌汁はわかめとブロッコリーの茎を入れてます。おいしい。最近ハマってるドレッシングがあって、これなんですけど、京都の大原っていうところのドレッシング屋さんっていうか、しのさんっていう、志しのさん、そこのパプリカと玉ねぎのドレッシングです。これは甘くて 甘酸っぱくてすごく美味しい、程よい美味しさ。
ほどよく美味しい。うん、野菜から食べるように。トマト美味しい。うん、美味しい。うん。独り言を言うって言ったんですけど、私の独り言はちょっとした独り言と違って、独り言っていうよりも一人芝居みたいな感じで、もう物心ついた時からずっと一人芝居をしてるので、それがあんまり人がしないことやって気づくのに大人までかかりました。子どもの頃はよく母が友達が来てると思ってお菓子とかジュースを持って部屋まで来たりとかっていうことがあったぐらい、誰かがそこにいると思って喋り続けるっていう癖ですね。これ癖っていうか癖やろな。うん。なんか例えばいたとかよいしょとかそういうことを言うんじゃなくて、もう話を今日あったこととか今日起こった出来事とかを永遠に一人で喋り続けるっていう、そういうやつです。ちょっと怖い。グラタン美味しい。ほんでもう一個、このピリ辛ポン酢っていうのも美味しくって、これもしのさんのやつなんですけど、ちょっとピリッと辛いポン酢やねんけど、ニンニク、ガーリックが入ってるかな。あの、何にでも合います。サラダにも、お豆腐とかも、冷ややっことか、そういうのも合うし、お鍋ももちろん。うん、美味しい。これやっぱり、これはあのじゃがいもの甘辛揚げなんですけど、じゃがいもを皮のまま、じゃがいもって言っても小さいじゃがいもを皮のまま揚げて、お醤油と砂糖とみりんとお酒の甘いタレに絡めたやつです。これは山形のおばあちゃんがよく作ってたらしい。おいしい。
はい。またこうして三角食べができないので、ご飯だけが余ってしまいました。仕方なくご飯だけ食べます。ごちそうさまでした。こんな感じでやっていこうと思うんですけど、いかがだったでしょうか。皆様のご感想、ご意見お待ちしております。どしどしよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録をしていただけるととっても喜びます。よろしくお願いします。ではまた明日、さようなら。